特定施設水道連結型スプリンクラー設備点検中。今から末端試験弁を開放して消火ポンプを自動起動させていきます。スプリンクラーの消火ポンプは配管内の減圧で作動します。今こちらの圧力計約 0.54MPa です。こちらはですね、一定圧まで減圧がかかると消火ポンプが起動します。末端試験弁開放して、はい、末端試験弁開放、減圧、はい、約 0.22MPa で消火ポンプ起動。末端試験弁閉めて、はい、末端試験弁、消火ポンプ止めて、はい、ポンプ停止、こういった形で、スプリンクラーの消火ポンプは配管内の減圧を捉えて、自動で起動します。